早く終わってしまいましたね。はい、白鳥トンバではトップ目に立ち、登場に逆転されましたが、再びトップ目、充実期を迎えているか。2点3点するね、2点3点しますね。なんか逆転されてもね、表情曇ってなかったんですよね。そうですね、なんか底はかとない、底はかとない余裕、自信をね、はい、感じてました。そうですね、でも、はい、それはホンダにも感じますね。まあまあそうですね、ゆったりしてますもんね。ゆったりしてる、余裕がある、大人ですね、うん、大人になったって言ってましたね。誰ですか。ホンダが、僕大人になったんですよ。さあ登場、カンヌーピンを引き入れました。無視ですか。大人になったんですか。大人になった。確かに髪色はね、茶髪から、はい、茶髪ヘアからこう黒髪に、僕は結構黒髪の方がいいという中で、はい、僕はホンダは実は茶髪の方が似合ってると思ってる。あ、なるほど。数少ない人かもしれないですけど。なるほど。僕ね、結構ね、チャラチャラしてる男嫌いじゃないですよ。あれですか、茶髪とか金髪はチャラチャラしてるってことなんですか。あ、違います。意味が違いますね。意味が違う。はい。なるほど。はい。まあでもね、どっちでもいい男ではあるんですけど。大人になったんですか。大人になったって言ってましたよ。なんか1年目はこう、ピアスとかもつけてましたからね。あ、確かにそうですね、うん、チャラチャラしてましたね。はい、さあ太郎はこれ前順数万切ったっていうことは問い付けですか。メインはそうですね、ドラを重ねてできればね、スワンコとかもしたいですけどね、はい、そんなご陽気じゃないですか。うーん、せいぜいチートイドラドラくらいだろうっていう感じの。いや、それでも上がれたら十分ですよ。そうですね。あ、兄さん、また太郎さん箱下ですよ。そうなんですよ、これ終わった時にまた箱下だと3本目だなと思って、はいはい、これずっともらえるっていう言い方がなんかもらいたくないでしょうけど。いや、日清さんには失礼なんですけど。そうですね、まあ、箱下になってしまったらもう強制的に送られてくるわけですか、まあ、悪魔のひよこちゃんが悪魔のひよこちゃんがどういった意図で送られてくるのかわからないですけど。これって1回でも行ったらもうそこでもらうんですか。この後太郎さんが戻ることもあるじゃないですか、なんか箱上に終わった時に箱下だと送られてくるらしいですね。なるほど。太郎さんは一度3万、箱下3、なんていうの、箱下5900点、はい、っていうのと箱下、2300点というね、うん、2度の箱下があります。今は箱下2100点という状況。1本ぐらいなら可愛いですけどね。そうですね、まあ、記念にでもいいですけどね。これちょっと手元にあるデータじゃなくて申し訳ないんですけど、最も箱下になってない選手、まあ、今年入った人は別、はい、今年入った7人別で最も箱下になってない人って誰か分かります。分かんないです。東條さんなんですよ。お、はい、おそらく、おそらく、おそらく東條さんが箱下に最もなってない選手です。一度も一回じゃないですかね。一回、うん、その時に初めてなりましたって言ってましたね、去年、昨シーズン。うん、確かにあんまりそういうイメージないですね。ん、うん、今チーピン来ちゃった後なんですけど、カンチーマンバラやりますか。ありますね。結構こう登場って突っ込んでいくじゃないですか。そうですね。でさっきインタビューしたら、私宝珠が別にそんなに嫌じゃないんですって言ってたんですね、うんうん、だから結構こうインファイターの麻雀打ちだと思うんですけど、はい、その箱下が少ないっていうのはだから意外だなって正直思いましたね。まあそのなんだろうな、戦いに出かけるけど、はい、補充になる展開が少なかったっていうことですよね。うん、昨シーズンもね非常にあのポイントを稼いだ選手です。うん、あとやっぱりある程度その形になってないと戦いに行かないっていうところもあります。なるほどですね。戦い、あの、ごめんなさい、形が十分だからこそ前に出て打ち合いになるけど、うんうん、その時にはやっぱり勝率も高いと、ね、勝算との兼ね合いというか、うん、割合したたかなんですねなんかこう元気娘的な売り方してるじゃないですか、うん、東條さんって。いや、ここにいる人でしたたかじゃない人なんか全然いないと思いますよ。じゃあみんな一枚めくったら黒いですね。いや、もうそうですよ、みんな真っ黒ですよ。俺だけだったか、素直にみんなの話を聞いてたのは。ありがとう。おー、来た。これカンチーピン決めてたかのような速さでいきましたよ。そうですね、三層も悪くないんですけどね、裾見えてるし。ただチーピンさっき3枚から捨ててる人がうーんいたんですよ。ここにいましたね。
これでも数ピン切ってるんですよね。だから3ピン1枚が通ってればね、チーピンパーピンっていうセットの落とし方あったと思うんですけど、パーピンが通ってないからチーピンを触るまでもない。おっと、テンパイ、これペン3枚チーしてますから、ハツハツで回るとこれ役が1回なくなってます。そうですね、本手ではないので、かまかわし手だったので、はい、まあ、自分が前に出るほどの価値はないかなっていう感じですよね、うん。まあ、私じゃなくてもこの矢は流してくれたらそれでいいかなみたいな、うん。ああ、これもはっきり受けたようにに見えます。まあ、もあのチーピンはねもう山に残ってませんので、持ってる人だけが危ないんですけど、白鳥どうです？うーん、危ないといえば危ないかもしれないですね。イーソーあって、リャンウソーが通ってなくて、チーソーが筋、うん、リャンピンが今のところまだ通っていないので、通りそうだけど通ってないので、いや、これチーソーかチーピンじゃないですか次。東条がいきなり困ってるけど、東条はね、ソーズ43と現物ありますよ。同テンパイ粘れるかの、時間に見えます。ここは現物の数ピン、パーピンをね持ってる分ね、パッソーが見えてない分、やっぱチーピンの方が選択しやすいんですよね、白鳥は。なるほど。うん、ただこれチーソーがあるとしたら、カンチーソーとかやっぱもうないように見えるんですよね、43なんで。43だから、まあ普通のヤンメンではちょっとなさそうだよねっていうところで、チーソー、まあ3枚あるんでね、チーソー通ると結構しのげるし。あ、でもカンチーピン、うわーチーピンだー、誘われたー。パーピンとパッソーの差ですね。6400、7000、リーチタイヤをチートイツ6400、日本馬7000、その手をじっと見つめている。ちょっとショックな感じですね。うん、やっぱりチーソーだったかなっていう、スーピンが先だったからかな。うん、そうですね、確かに普通のカンチーピンもなさそうな形には見えた。ここはホンダの積極策が構想してますね。そうですね、なんか思い切った策がこうハマってますよね、本当に、うん、気持ちいいですね、見てて、はい、まだ2点3点しますね、しますね、まだトップどこか分かんないですね、分からない、トップの行方はまだ神様の手のひら。さあ登場、これは悪い、いやでも1面ツ一応あるし、両面ツ2つもあるんで、あ、いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。